はい、どうも、ジネです。マリオカート8デラックス、パート314やっていきましょう。さあ、今回もオンラインレースやっていきたいと思います。さあ、まずは DS マリオサーキットからですね。ということで、今回も全96コース7面目指して頑張っていきたいと思います。さあ、現在96コース中の74コースまでは出現させられたということで、残りあと22コースですね。で、しょっぱな、まず DS マリオサーキット。ここはまだやったことがないので、これで75コース目ですね。ということで、まあ、これからね、ちょっと、少し前にね、なんとか、ね、マリオサーキット自体はね、でもサーキット系の BGM って、あれなんですよ。だって、エイトジャックスに、スーファミに、マリオサーキット3、64でピーチサーキット、GBA、ゲームボーイアドバンスで、なんだっけ、マリオサーキット。で、ゲームキューブでヨッシーサーキット、で、DS マリオサーキットで、なんだっけ、3DS で、ヨッシーサーキット。だとしたら、待って、Wii はないのか ?Wii のサーキット系はないんだね。まあでも確かにな、まあ Wii めちゃくちゃあるのかと。だって Wii が一番エクジャックスがリベースされてるから、まあなんかちょっとあれなんだなと思いますが、 OK、 これで精査になって身をかわす。うわ、ここでキノコ引くか、盗めなかったのかな、お前の。ちょっと待って、なんか後ろいた8人が来てたかって。わからんわからんわからん、危ない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 、やばいな。待って、キラーに引かれたくないよ、キラーに引かれたくない、やばい、いけ、もうこうなったらベンジャリだ、いけ。もうここで粘り、5位、なんとか5位いけたんだな。なんか急な曲がりカーブで加速したらめちゃくちゃ危ないということがわかりました。なんかちょっとこれあれだったんだな。さあ、次、キノピオハーバー。さあ、このコースもまだやったことがないので、これで76コース目ですね。ということで、残りあと20コースまで、なんとか絞り込んできましたよ。ということで、なんとか頑張っていきましょう。待って、ちょっと待って、俺さっきから気になってたんだけど、このレッカっていう名前の人、マリオファンの本人なのかな?まあでもちょっと本物なのかという確証はありませんが、まあとりあえずね、なんか頑張っていきたいと思います。まあもし本人であればね、普段ルイージ好きな、なんかマリカツショットを普段上げている方なので、はい。でちょっと、もし本人じゃなかったらちょっとそこのところはごめんなさいという感じなんですが、待って、落ち着け。なんとか頑張っていきたいよ。まあとりあえずね、なんとか頑張りたいと思います。いけいけいけ、ちょっと待って、ここから加速したらマジで危ないわ。あ、ヨッシーが落ちてきた、あめー。とりあえず今2位でしょ。おー、たっ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 た、危ない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 、いけ、オッケーオッケー、なんとか1位を横取りしていく。あ、そういえば言い忘れていましたが、横の子のドラマで今回使っているんですよ。危ない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 、やい、サンダーを食らってしまいましたが、まあとりあえずね、こういうことはあるんだよということが少しでもあるんだなと思いますが、ちょっとだけ復活、はい、ちょっとだけ落ち着け、とりあえず頑張りしかねえよこれは。やばいやばいやばい、行って、やばいな、ちょっと待って、なんとかここら辺頑張るしかねえんだよ本当に。待て、落ち着け、くそー、なんか結構攻撃食らいすぎてなんかちょっとあれだわ。行って、それは分かるわけないだろう、もうこうなったら安全な道を通ろう。行って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 、よし、ここで、危ない、待て、こうして、あー、いい、はい、で、すぐスターを使っていく、いけ、
いやーでも無理かな、7位だった。ちょっともうちょっとうまくいければよかったなと思いますが、マイナス2、マイナス2か。あーでももうちょっといけたな。さあ次、 3DS キノピオサーキット。さあ 3DS キノピオサーキットですね。ここは前にパート292の時にやりましたので、まあここは2回目ですね。ということで、なんとか頑張っていきたいと思います。さて、とりあえず、もう本当にここばかりは頑張るしかないですよ。落ち着け。危ないな。待て。落ち着け。消えた。俺もう本当にね、今回ばかしはね、ちょっと、本当に、同じ部屋でやらせてください。もう本当にね、もう本当にね、俺がね、よく知っているツイッターで、マリオファンの名前をね、もう一人見つけたんですよ。それがね、カルッチャという名前なんですよ。なんで、だから今回ばかしは、同じ部屋でやらせてください。だってね、普段ね、だってもう普通にマリオカート撮るかって思ってたら、もう本当に、ほら、カルッチャっていう名前がいたでしょ。もう本当にね、後でさっきフレンドのところ、フレンド申請のところを確認したら、間違いなくバリオファン本人でしたので、もうこれで確証はつきましたね。はい、ということで、まあとりあえずツイッターのリンクとかを概要欄に貼ってると思うので、よろしければ見てください。まあそんなことはどうでもよくて、ちょっと待って、落ち着け、ちょっと待って、うわラストでこれ、落ち着け、おい、とりあえずここは食らわないようにして、あ、やばい、はい、いらないか。今のもうちょっといけたな。マイナス1。うわ、2位と3位がすげえよ、本当に。今回ラストレース、64レインボーロード。さあ、ここを最後に出たのが、パート295の時なので、まあ、ここで、なんとか頑張っていきたいと思います。3回目ですね。よし。行くぞ、本気で俺は。待って、64レインボーロード、もう本当に全長が長いからさ、もう本当にここは、挑戦勝負と言っても過言ではない。相手の真剣勝負ではある、バッジはあるという。危ないな、待て。赤コーラ開いたくないね、ここは。はい、スリップスリープで、加速していく。まずいな。アイテム交換したいけど、いいわ、嘘でしょ。待て、危ない、まずいな、この状況は。いって、もうキノコのタイミングよ。いって、今度は何、もうしかもアイテム飛び越えるんじゃねえ、なんだよこの状況は。さあファイナルラップ、ねえファイナルラップじゃねえな、これ。ちょっと待て、危ないって。はーい、待て、こう来て、待て、行け、わーっと行けそう、行けそう、食らうなー、やっぱり、行け、ここでなんとか逆転してよ、まずいって、行け、待て、もうこのまま加速で逃げ切ってやる。6位、オープンね、3だけか。まあ、悪くはないけど。はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。現在のレートは11474ということで、15上がりましたね。ということで、まあ、レートの方は今後も少しずつ上げていきたいと思います。そして、今回は、まあ、高い順位を取れたかと言われれば、まあ、あんまり取れてないですね。まあ、だいたい真ん中平均ぐらいでしょうか。ということで、まあ今回はツイッターのマリオファンの2人となんとか戦えてよかったです。まあ今後も戦える機会があったらまた、ね、やっていきたいと思います。ということで今後もね、なんとか頑張っていきましょう。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャン、ツイッター、TikTokのフォローもよろしくお願いします。それではさよなら。